ドリス・ジェトゥーは、モロッコの政治家。2002年から2007年まで、同国の首相を務めた。アル・ジャディーダ出身。カサブランカのアルフアーリズミー大学で、中東教育を受けた後、1964年に、数学の専門バカロレア資格を取得した。その後、ラバトで理学を学び、1966年に、物理学と科学で卒業した。 その後、1968年には、ロンドン、コードウェーナーズの同業者組合の経営を担った。1968年から1993年の間、ジェトゥーは、モロッコの企業で多くの管理職に就いた。同国の比較業連盟を統括したり、企業連盟の一員にもなった。さらに輸出業協会の副会長にも就任した。2002年10月9日に彼は、 国王ムハンマド6世から首相に任せられた。無所属であることから異論が相次いだが、人民勢力社会主義同盟やイスティクラル等からなる連立政権を組議会の過半数を確保した。彼は1997年から1998年まで財務大臣を2001年から首相に任命されるまで内務大臣をそれぞれ務めていたため政治経験はあった。 2004年にはアメリカ合衆国との間で自由貿易協定を締結し功績を挙げた。2007年9月の議会選挙を受け、ムハンマド六世はイスティクラル党代表のアッバス・エルファッシを首相に任命したため、ジェトゥーは首相を辞任した。ありがとうございます。